でもうちょっと。全体に。はい。Thank you.
最強やっぱり最強で言えばその時じゃない。
環境があれば OK。 マツケンさんが踊ってる時にお店の店主さんも一緒で横で踊りたいって言ってるちょっと乱入すると思います。はい、それぞやってください。はい、お越しの皆さん、ただいまから地元埼玉栄中学高等学校吹奏楽部の皆さんによるスペシャルコンサートを開催いたします。今日のための特別なプログラムを用意してくれたということで非常に演奏が楽しみです。たくさんの方にお集まりいただいております。それでは早速1曲目に参ります。お願いします。
めてご紹介いたします。全日本吹奏楽コンクール受賞校、埼玉栄中学高等学校吹奏楽部の皆さんです。普段はどんな活動をしているんですか？普段はこのような本番に向けての合奏だったり、あの楽器ごとで集まって曲の合わせをしたり、みんなで歌を歌ったり、いろいろなことをしています。ありがとうございます。今日は総勢何人の方が来ていただいているんですか？本日は中学生、高校生合わせて101名で演奏させていただこうと思います。100人超えているんですね。はい、通りで大迫力の演奏でした。ありがとうございます。さあ、まだまだたくさんの曲を披露してくれるんですよね？はい、はい、この後もあの思う前店では定番のあんな曲やこんな曲を演奏させていただきます。はい、期待しております。それではここからは生徒の皆さんにお願いします。会場の皆さん、こんにちは。こんにちは。埼玉栄中学高等学校吹奏楽部です。私たちは1年生52人、2年生42人の計94人で毎日元気に活動しています。本日は栄中学生も一緒に思う間を見ていたら一度は聴いたことのあるあんな曲やこんな曲を演奏いたします。本日指揮をしてくださいますのは吹奏楽部顧問金井義弘先生です。そして本日司会を務めますのはトロンボンパート斉藤雄大とクラリネットパート染谷優奈と同じくクラリネットパート浜野優香の3人でお送りいたします。短い時間ですがよろしくお願いします。さてさて、曲の紹介に行きましょう。先ほどお送りした曲は思うもと言ったらこの曲、カルメンでした。カルメンはイゼイが作曲したオペラです。オペラはいくつもの編成があり、今演奏した場面はオペラカルメンの第2幕で闘牛士が歌うので、通称闘牛士の歌とも呼ばれているんです。そうなんですか。でもなんで大物のスタッフはこの曲を選んだんでしょう？不思議ですね。機会があったらテレビでの紹介よろしくお願いします。それでは次の曲に行きましょう。次の曲は何ですか、雄大くん？はい、次の曲は子供から大人までみんな知っているあの曲です。何ですか、ヒントください。しょうがないですね。でっかくてふわふわしてて抱きつきたくなるような森の妖精が出てくるあの映画です。わかった、タタラだ。正解です。番組に何度も登場されている埼玉県の中華料理店味のイサムさんのテーマ曲、あなたに訪れる不思議な出会いという歌詞がイサムさんと片桐ディレクターとの素敵な関係に重なりますね。それでは行きましょう。隣のところです。どうぞ。Thank you.
どうでしたか？トトロに会いたくなりましたね。皆さん、美味しいお店がたくさんあるので、食べ過ぎてトトロみたいなお腹にならないように気をつけてくださいね。ところでさ、さっきこの会場をぐるっと回ってきたんだけど、どのお店も安くてボリューミーでマジ最強だと思わない？最強？やっぱり最強といえばこの曲じゃない？続いてはこの曲、私は最強です。どうぞ。押す応援ソングです。皆さん分かりますか？それじゃあバンドの皆さんにワンフレーズ歌ってもらいましょう。せーの。最後に愛は勝つ。それでは酒屋サウンドで愛と元気をお送りします。愛は勝つです。どうぞ。Thank you.
ました。ここで少し宣伝してもいいですか？どうぞ。ありがとうございます。私たち6月1日土曜日に大宮ソニックシティで定期演奏会を開催します。また私たちは旧 Twitter の X と Instagram をやっています。日々の活動報告や演奏会の宣伝を行っているんです。知ってましたか？X や Instagram、ホームページで随時新しい情報を更新しますので、ぜひフォローお願いします。そして今回私たちの演奏を聴いてもっと聴きたいなと思ったそこのあなた方、定期演奏会以外にもこれからたくさんの演奏会に出演します。ぜひ演奏会に足を運んでくれたら嬉しいです。そしてそして7月14日に宇都宮文化会館で行われる課題曲演奏会で演奏させていただくことになりました。ぜひお越しください。あれ、そういえば雄大君ちょっと遅かった。すいません、次の曲のダンスがあるので少し準備体操をしていました。次の曲はマツケンサンバなんです。マツケンサンバといえば群馬県のたこ焼きベンテンさんですよね。天使さんとドンちゃんこと松原ディレクターのキレッキレのダンスが思い出されますね。ここも私たちの演奏会があるので楽しんでいってください。それでは参りましょう。この曲でカロリー消費です。ここでたくさん踊って楽しんだ分、まだまだたくさん食べていってくださいね。それでは盛り上がっていきましょう。マツケンサンバです。どうぞ。ありがとうございました。素敵な演奏ありがとうございました。最後の曲
メッテイさんとどんちゃんも踊りに参加してくれていましたね。ありがとうございます。さあ最後に今日の感想を。こんなにいい匂いに包まれてお客さんに聴いていただいてとても幸せです。楽しい演奏会ありがとうございました。ありがとうございました。さあ埼玉栄中学高等学校吹奏楽部の皆さんによるコンサートはこの後2時からも開催されます。それでは生徒の皆さんありがとうございました。
おもうまいフェスにお越しの皆さん、ただいまから地元埼玉栄中学高等学校吹奏楽部の皆さんによるスペシャルコンサート午後の部を開催いたします。午前に演奏を聞けなかった方は特に必見です。会場盛り上がってきていますね。多くの方がカメラを向けて演奏を待っています。さあ、それでは演奏よろしくお願いします。
なんか地面に出てくる森の妖精に似てません？ほら、とで始まる。ととと、そう、トトロといえば番組何度も登場されている埼玉県の中華料理店味の勇さんのテーマ曲、あなたに訪れる不思議な出会いという歌詞が勇さんと片桐ディレクターとの素敵な関係に重ねありますね。それでは行きましょう。隣のトトロです、どうぞ。Thank you.
ございます。そんな店主さんの背中を押す応援ソングです。ウォーマとこの曲に愛を込めて演奏します。愛は勝つです。どうぞ。ぜひお越しください。あれ、龍大くん
どうしたんですか？ごめんなさい、次の曲でちょっとダンスを踊るので準備体操して体を整えてきました。次の曲はマツケンサンバなんです。マツケンサンバといえば群馬県の竹谷にベンテンさんですよね。店主さんとドンちゃんこと松原ディレクターのキレッキレのダンスが思い出されますね。それでは参りましょう。この曲でカロリー消費です。人でたくさん踊って楽しんだ分、まだまだたくさん食べていってくださいね。それでは盛り上がっていきましょう。マツケンサンバです。どうぞ。午前と午後で2回も演奏をしていただきました。大きな拍手をお願いいたします。